あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ってことで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回は元老話の依頼からやったっけな。よいしょ。お、いきなりおった。二人ともめっちゃ水を散らす。ん？何か思いついたのか？ふんふんふん。うん、それならいけそうじゃの。さすがじゃ。さすがじゃと、あゆな。聖なる草を一度種に戻し、探求者タルバから得た農業の技術を使って、種から聖なる草を育てれば、薬を作るのに必要な量が得られる。そうすれば、お主の言う通り、聖なる雫を作ることができるじゃろう。では、アイナ、まず聖なる草から聖なる草の種を作り、畑で育てるのじゃ。必要な量の聖なる草ができたら、古の調合台で聖なる雫を作り、お主の手でエルに飲ませてやってくれ。必要な量を作らねばならんのか。じゃあとりあえず、その聖なる薬とやらは、ん？どこだい？レシピ。聖なる雫か。聖なる雫は聖なる草が5つ。5ついるんか。なるほどね。で、ここで、種を作ると。はい。種を2つ作った。じゃあ、これを、畑にまこう。これね。切りつけよった。全然ちげえ。ほい、これで、これであれかな。一晩寝れば、育つっていうやつか？ドイツだ。よいしょ。さあ、どうなっただろうか。おー、すげえ。育っとる。すごいね、一日でこんな。あ、武器切り替えとこうね。なんか、あんまりね、ハヤブサの剣作れる感じじゃないみたいやけん、簡単に。大事に使っていこう。じゃ、これで、4個作れる。ほい。ってことは、これであともう一回、種作る感じかな？これで、完成したはず。おー、すごい。花になったらわかるね。1,2,3,4,5,6,7,8。ちゃんと8ある。超キラキラ光りうる。やっぱり聖なる野犬かな。聖なる野犬かな。よし、8。これで、古の調合台がいるって言った。古の調合台ってどこやっけ？作業台かな。あ、なんか、護衛を。古の調合台。木の調合台とか多分ここで作れよったはずやけん。これ。あれ作れんや。調合壺。あれを持っていかんといかんのやね。ってことは、あれを持ってって代わりに置くということか。じゃあちょっと、持ってくよ。薬局が空き部屋になった。そして空き部屋になった途端、二人ともゾロゾロと出ていくっていうね。ほい、これで、あれ？護衛がいなくなったけど。はい、古の調合台。キラーン。古の調合台を1個作った。で、これを設置しに行くと。お、二人ともどこへ行ってるんだい？もうすぐまたできるよ。でかっ。ん？置けない。どこぐらい？これぐらい？おぉ、空き部屋が、超薬研究所かな。すごい。あ、そっか、ここで、聖なる雫を作らんといかんのか。お、できる。うわぁ、なんかすごいね。今までよりもすごい。聖なる雫を1個作った。古の調合台置いても誰も研究しに来ないけど、ちょっと。で、まあ、作るじゃねえわ。これで、使ってあげれば、良いわけだね。ほい。これは一体、
おう、アイナ様、私ならのためにお薬を作ってくれたのですね。アイナ様、私はずっと夢を見ておりました。遠いね。それは恐ろしいヘルコンドルの夢です。これまでアイナ様のおかげでたくさんの病を克服することができました。あとはヘルコンドルさえ倒せばこのリムルダールに光が戻るはずです。ああ、アイナ様、お願いします。ヘルコンドルを、病の元凶を倒してください。ありがとうございます。少し寝てみます。エルの治療が終わった。終わったよ、元老は。おうおうおう、エルに聖なる雫を与えてくれたのじゃな。ありがとう、アイナよ。お主にはいくら感謝しても感謝しきれぬ。どうした、アイナよ。わしは自分が情けない。間違った道に進んだ弟子のウルスを途中で見捨て、最後には死なせてしまった。そして死を受け入れよなどともっともらしい哲学や理屈をこねておきながら、結局は愛する孫娘を見殺しにすることはできなかった。アイナよ、わしは本当に愚かな人間じゃ。まあだってさ、エルの前にね、これ同じような症状が出とった3人、あの時にもっと本気になってやっとってあげたらさ、同じように多分助けれとったんやろうしね。何？そうか、そうであったな。最初に出会った時もお主はそう申しておった。大きな力に抗うのは愚かしい。しかしだからこそ人間らしいと。丸抜けた顔のお主に言われるのはやはり尺じゃがな。ふふふ、ははは。丸抜けた顔は余計だ。さあ、これで一晩経てばエルの山見えるはずじゃ。お主も一晩ゆっくりと眠り、明日エルに声をかけてやってくれ。ありがとう、アイナ。お主には本当に感謝しておる。ねえ、途中元老はとか敵かと思ったもんね。あの腐った死体の元老は様発言によって。うおー、なに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 、びっくりした。ぬおー、なんじゃ今の揺れは。まさか戦いのマークになっとるし、まさかなんだよ。何作業を始めてんだよ。まあとりあえず、じゃあエルを回復させるために一晩寝よう。これでエルが、お、起きたエル。おお、アイナ様。アイナ様のおかげでご覧の通りすっかり良くなりました。病に侵されていたとはいえ、私としたことが弱気なことを言ってしまって申し訳ありません。アイナ様が私を担いで病室のベッドに寝かしてくださったとき、私はなんだかとっても満たされた気持ちになりました。アイナ様、私をお助けくださり、本当にありがとうございました。この戦いのマーク、あの揺れとあの戦いのマークってことは、もうそろそろヘルコンドルかな。前回のゴーレムの時みたいにさ、ヘルコンドルにたどり着くまで何戦かまたあるんやろうか。まあということで、今回はこの辺で終わっといて、次回戦いということで、じゃこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。そろそろヘルコンドル戦か。いけるんかな。ハヤブサの剣なら大丈夫かな。